ここからは全国の明日の天気をお伝えしていきます。この時間は松雪彩香が担当します。よろしくお願いします。まずは今日この時間までに届いているリポート1枚ご紹介します。福岡県北九州市 XXX さんのリポートです。雨は上がっていますが雲が低くどんよりとしています。明日は朝から本降りの雨とのこと。朝当番もあるのでいつもより早く起きて支度しないとといただきました。今日も西日本や東日本を中心に傘の出番が多くなりました。この時間もまだ降り続いているところが東日本を中心に多くなっています。明日に関しても傘の出番が増えそうです。それではここからは明日の全国の天気をアイコンで見ていきましょう。それでは明日の全国の天気をお伝えします。西日本から見ていきましょう。まず沖縄ですが明日は雲が広がりざっと雨が降りそうです。雷や突風にもご注意ください。また九州では大きな雨アイコンが多くなっています。明日も本降りの雨が続きます。特に午後は激しく降ったり雷を伴うこともありそうです。地震の被災地では二次災害の発生に警戒をしてください。また中国や四国エリアこちらでも雲の多い空が広がります。午前中は本降りの雨で午後は雨足が強まることもありそうです。近畿や中部でも雲が優勢です。朝はにわか雨の可能性があり午後になると広い範囲で本降りの雨です。また関東や福島こちらでも朝はパラパラと雨が降ります。昼間は止む時間が長くなりますが夕方以降は本降りの雨です。東北でも雲が多く昼間はにわか雨に注意が必要です。夕方から夜は本降りの雨となります。そして北海道すっきりしない空が広がります。道南や道央では夕方以降パラパラと雨が降り出しそうです。以上全国の明日の天気をお伝えしました。